井上まあでございます。下におります。ノーミルク佐藤でございます。はい、お願いいたします。結果実ということですよね。お願いします。はい。はい。4月の順位表だったり、うん、まあ1試合の平均勝ち点表だったり、はい、ベストイレブンだったり、いろんなデータでね、4月限定のっていう形でやらせていただく。まとめっていうことですよね。はい、コンテンツでございます。これであれですよ、エンブレムは順位順っていうことですよね。これね、左上から、ね。そうですね。収録4月28日時点の順位表とさせていただいております。今日はタッカーは新潟の月間最強ディフェンダーはやはり興奮。あの人なのかな。で、たぶん CMVP が今日とんなっていう、ね。あの人でしょうね。あの人でしょうね。ここはね。OK 、早速先生教えてください。はい、じゃあ行きましょう。こちらでございます。ドーンと。こちらでございますよ。はい、はい、まずこちら、表の見方からなんですが、はい、左からこれ、これ全体が、はい、4月限定の順位表としてさせていただいております。うん、ああ、なるほどね。はい、はい、はい。なので、今ね、うん、いろんなところで見られる順位表とはちょっと違ったか、うん、ここでしか見られないものとなっておりますと。なるほど。はい。で、左からそのチーム、はい。そして、月間の成績を、1試合平均勝ち点、得点、失点。で、4月の、勝ち引き負けの成績だったり、得失点の成績。で、その右側にはシーズンごとのシーズン内での成績全部載せていて、あと順位の推移を一番右にバーって書いております。なるほどですね。ただ、細かいんで、まあ今から、まあね、ポイントポイント伝えていきたいと思います。お願いしますよ。まずすごかったのがね、まーさん。はい、はい。J2 はこの4月、5試合行われたんですよ。5試合、はい。一番上にいる京都サンガさん、うん、5試合全勝。おお、そりゃ1位だわ。そうですね。これを上回るチームがいるわけがない。すごいですね。はい、はい。これはすごい。現状の首位、まだ未だ負けなしの新潟を超えてきたチームが2チームあって、はいはいはい、京都とジュビロという2チームになりました。うんうんうん、できましたね。うん。はい。そんな、京都と新潟は確かになんとなくね、はい、まあ無敗だってのは分かると思うんですけど、実は4月無敗のチームはその京都、新潟演出でもう1チームだけあります。はいはいはい。それがなんと月間7位。うんうん、栃木 SC だ。うわあ、ありがとうございます。あ、あれですね。サムネイルのとこのあれは月間順位だったんですね、はい、あれね。あ、あれね、全部はね、あれですよ。あれ一応、4月28日時点の順位でもある。あ、そうですか。あ、そうですか。わ、月間7位頑張りました、栃木素晴らしい。すごいね。5試合で1勝4分け。ドシビーじゃないですか。ああ、けねえんだわけねえんだ。スタイル通りというか、これはそうなんですよ。渋いやつですよ、これは。そうなんですよ。はいはいはい。そして、全体的に、もし数字のところが、水色になってるのが、成績いいよっていうふうになってるもので、ピンクのものが、といったものではあるんですが、はいはいはい。やばいなと思ったのが、一番下見てください。しました。はい。驚きなのが、大宮がここにいるのが、とてつもなく意外なんですけど。時間で言うとね、そっか。うん。5試合で、2分け3敗。0勝2分け3敗だったんですが、はい。1試合平均失点が1しかないってので、はい、1試合に1しか取られてないんですよ。だディフェンダーめちゃくちゃ頑張ってるんですよ。なるほどね。本当だ。そう。本当だ。取られてないんだけど取れてないっていうところが、まあ唯一はと。難しいことだね、これもね。そうなんですよ。でもただね、これ大宮に、これ大宮だけの問題じゃなくて、はい、これピンクがよろしくないって値にはなっちゃうんですけど、はい、月間成績で言うと3位の琉球筆頭に下までピンクめちゃくちゃいるんですよ、はい、得点のところ。1試合平均得点が1を切ってしまってるチームってのがたくさんいるんですね。うん、だね。そうなんです。むしろ水色、いわゆる1試合平均2点以上取れてるよってチームが京都と岩田の2チームしかない状態なんで、ちょっとなかなかまあ点が取れてない。むしろ逆に言ったらディフェンダーがめちゃくちゃ頑張ってるようなシーズンになってるのかなっていうのがすごく思います。はい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 、これはね、もう連日先生言ってくれてますもんね、これは。そうですね。松本以外は1試合平均2位取られてないんで、結構1点勝負のシーズンなんだな、より今年は。ってのは感じますね。傾向が見えてくるわけですね。それが、そうですね。4月だけ切り取っても如実に現れとるということですね。そうですね。確かに得点見ても基本京都、あとジュビロ、新潟はめっちゃ取ってるなってイメージありますが、うん、他はそこまで取ってるわけではないので、堅守の中でいかに攻撃に時間を費やすことができるかっていうのはやっぱ今年のテーマなんだろうなっていう。なるほどね。うん。なので、やっぱ栃木の凄さってのは、ここで改めてこう垣間見えるのかなと思います。なるほどね。しっかり持ってるっていうことだし、点も取ってるってことでね。そうですね。負けないってことは今年は勝ち点 1以上の価値あるんじゃないのかなってのは。ああ、なるほどね。感じますね。はい。やっぱ残留するためにで考えるとそんな感じかなとちょっと思いますと。なるほど。2勝1分け2敗よりも1勝4分けの方が価値が高いってことですからね。うん、
価値高いでしょうね。この4月だけで言っても順位が上なわけですからね。まあそれはそうだよ、勝ち点だからね。なるほどな。なんかすごいですね。なるほど。考え方としてはね。いい。守りながらちゃんと点取るってのが難しいですよね、しっかりね。そうですね。後ろ中心ってことだもんね。そうですね。ただ、その中でね、で、はい、京都さんが一番上、もう一回見てほしいんですけど、はい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 、実は今月一番点取ったチームなんですよね、京都は。京都さんが、はいはいはい。お試合で12点取ってるんで、いや、さらに言うと逆に言えば、一番点取られてないチームでもあるんですよ。5試合で2点しか取られてない。ほう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 。これもまたすごいね。これはもうちょっと前重心も甚だしいってことですよね。そうですね。ただね、一個忘れちゃいけないのが6位。はい。町田なんですが、はい、町田も京都と同じように2失点しかしてないんですけど、月間の4月の中で1個オウンゴールで失点ってのがあるので、ね、実質1失点っていう、はいはいはい、これもちょっとすごいなって思いますね。っていう形でございますと、はいはい、あと左のその左とか右にあの順位いろいろ載せているんですが、うん、あのカラーリングを入れておりまして、はい、1位と2位がですね、いわゆる昇格だよっていう意味を含めて、まあ、緑のカラーリング、はい、そして3位から6位には、まあ、例年だったらプレーオフってのがあるので、まあ、ちょっとそういう意味でのカラーリングをしておりますと、はい、で今年は降格4チームなので、あの今ね、うん、下4つになってるところが赤で、それに次ぐところにはオレンジというふうにつけさせていただいておりますと、でそれは右側にね、3月限定の順位表での、順位表だらっとこう載せて、4月の順位表も載せていて、一応右にシーズンの順位表も載せておりますと、ね、あ、むしろ分かりやすい傾向が見えてきますね、これね。そうなんですね。固め打ちしてきたってことですよね。そうなんです。ジュビロが追ってきた。かなりこれは追ってきた感じが、ね。でも、新潟琉球も全然ずるずる落ちてるわけじゃないってことだよね、これね。そうですね。そして上位を保っている町田がいたりとか、長崎が一気にガッと上げてきたりだとかっていうのが、上の方はちょっと垣間見れるところではあります、ね。これは面白い表だな、先生、これ、ね。ありがとうございます。これは壁に貼って晩餐会できますね。一晩中ね。なんか、語り代が多いですね、これね。いや、そうですね。これだから5月、6月とか増えていくために、ああ、この時もあったよねっていうのを思い出しながら、いろいろできるんじゃないかなとも思っております。皆さんね、はい、あの、ちょこちょこ止めつつ、これ見ていただけたら幸いでございまーす。はいね、T シャツにしてもらってもいいんじゃないかな、ね。はい、ということで、はい、まあ、チームはこんな感じでございます。はい、では、ここからベスト 11&MVP 見ていきましょう。はい、こちらでございます。はい、どんと。はい、はい、はい、こちらでございます。うん、はい、わかりやすく MVP は、宇多賀さんです。宇多賀さんやっぱりそうなんですね。何点取られたんですか、宇多賀先生は。あの5点取りまして、5点月間で月間で5点5試合で5点これはそりゃお金取れる選手ですね。月間で5点取ってくれたらもう何にもないでしょ、ね、何にも言うことないでしょ、これ言うことない、これ以上のことはないでしょ。そうですね、1試合1点取るってありえないことなので、まあ1試合取るだけだってすごいんだからね。そうですね、だって世界でそのペース実現できるって、うん、メッシ、ロナウド、レバンドフスキぐらいしかいませんから、ね、うん、素晴らしいね。今月もう一人いたんですよ、5点取った人、うん、はいはいはい、ルキアン。ルキアンも取った。そうなんですよね、5試合で5点。はいはいはい、はい、で3月の最後の試合から5試合連続得点なんかもありましたから、うんうんうん、すごいことやったなってのもありましたね。いや、まあこの2人が引っ張って月間首位ってことだね、要はね。そうですね、うん、で今回はですね、実はあの、うん、選手それぞれこう24人またメンバーいつものね、週間のベストイレブンと同じように載せているんですけれども、はいはい、普段と違うのは、うん、選出理由なんてのもちょっと一人ずつね、はい、一言メモみたいな感じで書いてあるので、皆さんちょっと見ていただけたらなと、はい、思っていますと、うん、まあ、あとただやっぱりね、実先ほどのディフェンスのところから見てても分かるのが、うん、前の選手よりかやっぱ後ろ目の選手の方がやっぱりいい成績を出してるなってのもちょっと見受けられるところではありましたね、うん、あ、そうですか。センターバックで主にディフェンダーたちがやっぱりすごい活躍してるなってのがすごくありました。なんでそれもあって3バックっていうスタイルで、今回フォーメーション作らさせていただいておりますと、うんうん、じゃ前から順番に行くと、その宇多賀ルキアの次で言ったら、まあ次シャドウ組で言ったら本間志音選手ですね。切れ抜けてたもんね、もうね。そうですね、切れすぎていたかもしれませんってことですよね。そうなんですよ、でもう本間志音選手とか、あとやっぱり泉沢選手、甲府の、うんうん、彼らに関してはこうオフェンスのデータのあらゆるところにいて、ドリブルとか例えばクロスとか、はいはい、オフェンスデュエルとか何でもいっちゃう状態だったんで、うん、もうそれはもう、はい、なるほど、うん、それ以外にもあと川村拓夢選手、愛媛、
はい。愛媛、今年じゃないですね。今月監督交代とかもありましたけど、うん、その中で川村選手は、すごく大活躍していて、うん、J2 全体で枠内シュート率ストップかな、うん、月間の。ああ、そうですか。それだけチャンスメイ、みんながチャンスメイクしてくれたものを俺が全部受けてやるよって感じでこう出せたのが印象的でもありましたね。他には甲府の長谷川選手なんかも、先ほどの宇高、ルキアン5ゴールとかありましたけど、はい、長谷川選手も3ゴール2アシストと直接ね、得点に絡むものが5個あったって。これは素晴らしかったなぁ、なんてのがありました。他にもまあ、全部一つ言っていくと、一つずつ言っていくともね、時間かかっちゃうので見ていただければ。これでも先生いいですね。これ選出データ総合値でね、決まってるわけじゃないですか。うん、そうですね。この選出理由みたいなのがいいですね。チャンス、起点、3位とかね、藤原選手。そうなんですよ。これいいですね、長谷川選手。ありがとうございます。見事、3ゴール、2アシスト。これもそれぞれこう見てね、あれ、やりますもんね。はい、そうなんです。いいですわ、これ。ありがとうございます。発明しちゃったの？ありがとうございます。すごい。で、これ含めてまたね、最近我々出したら、ランキング系の動画があるので、それも見ていただけたら嬉しいなぁ、なんてありますからね。はいはい、すごかったのが、あとあれね、これも、うん、もう皆さん見ていただきたいのが左、松本雅也選手。うん。うん、これもマーさんにもいつかこう、なんかまとめ動画でもなんかどんなかとか出してるものじっくり見ていただきたいのが。マーさんっていうのは松本雅也さんのことですか？まあ、ついてますか、すごい。まあに、名字にも名前にもついてますから、ね。僕より全然マーさんですよね、松本雅也さんの方が。月間4アシストってやばくないですか、すごい。これ得点よりやばいっすよ、ね。マーさんすごいね。新しいマーさんが生まれちゃった。まあ、兄さんすごいね。そうなんです。へぇー。4アシストだもんね。ねえ。あと、この人も入りましたってのが、右サイド、はい、田中啓太選手。出た。やったー。いやー、見てますよ、Vlog 見てますよ。本当にね。これVlog ではね、甲府戦の前にやっぱ、はい、泉沢選手がやっぱドリブルでね、うん、やってくるんで、そこ注意、気を注意しなきゃいけないんですよっていうのを随分言ってましたよ。これだから、ね、泉沢選手は Vlog やってるわけじゃないけど、はい、多分それこそ、そうだよ、ね、琉球の右サイドに田中啓太いるから俺も注視やんないとなって多分きっと思ってたと思うので。見てるからってことですか。ねえ。これでも2人、ほぼマッチアップってことですよね。そうですね。そしてその2人がここに両方とも入ってきたってことですね。それってすごくないですか？やっぱどっちかが活躍したらどっちは得点低くなっちゃうとかってないんですか？いや、あるんだけど、でもそれだけ、うん。いろんなアクションを成功させている両方。そうなんですよね。入ってきてましたというのがありました。はい。はい。あと、ディフェンダーたちに関してはもう分かりやすく、やっぱりね、どれだけボール止めたというか、まあ、タックルだったり、インターセプトだったり、はい、やっぱりいろんなディフェンスのデータのところでトップの方々そのまま持ってくるっていうので、はい、甲府のメンデスさんとか、群馬の畑尾さん、山形の野田さんとか入ってきたりとかもあったんですよね。はい。はいはいはい、そん中でただ一人言いたいのが、うん、新潟、うん、千葉和彦。出た。実はね、うん、千葉さんはディフェンスのデータそんなに高くないんです、マーさん。あ、そうなんですか。そうなんです。へぇ、何が？なんでだ。ヘディングシュート？あ、いい方向、方向がいい。栃木戦の最後のね、ヘディングシュートでしょ追いついたやつ。まあ、それもあるんだけど、要は、守備の関与時間がそもそもないんです、新潟そんなに。ああ、そっか。攻めてるからってこと？そう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 。なるほどね。他の方は攻められたりするチームだとか、うん、あとはその中で、うん、主にね、その人がアクションしてるとかっていうのもあるんですけど、はいはい、千葉、新潟はそんなに攻められることもないんですよ。で、ただその代わりですね、ボールを使ったアクション成功数が、うん、J2 全体のナンバーワン。おお、ポゼッションが長いってことですかね。そう。もうディフェンスとかもちろんできるんだけど、やっぱパスの成功数だとかも彼がナンバーワンだっていうところで入ってきたっていうのもあります、ね。千葉さんを経由して、ある種。うん。へぇー。そうなんですよね。なるほどね。あとはゴールキーパーは、まあ2ヶ月連続琉球の田口選手も入ってきたんですが、すごいやっぱりね、オウンゴール連日あったんだけども、うん、4月結局は月間1失点しかしてない。要はね、うん、町田の福井選手が、うん入ってきたっていうのは、ちょっとこれ良かったなぁ、なんてこともありました。なるほどですね。はい、こんなメンバーが入って、あと、ちょっともう一人だけ最後言いたい人、はい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 、そろそろ町田つながりで、左サイドに入ってる奥山正幸選手、うん、町田の奥山選手、はいはいはい、ちょ彼についてだけ言及しておきたいってのがあって、はいはいうん、ちょっともう何ヶ月連続かわかんないんですけど、2019年途中あたりから、うん、毎月奥山選手がトップっていう項目があるんですよ。はあ、だオリコンチャート今1年半ぐらい連続で1位みたいな。何何何何？ボール回収数トップ。回収数。
はい。へえ。例えば、例えば僕、1対1でこう、バチンってやり合うじゃないですか。はいはいはい。で、ボールこぼれちゃうときあるじゃないですか。こぼれちゃう、ね。どっちのものにもならない、フリーボール。セカンドボールを拾うのが回収？はい。ほう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 。ずっと1。へえ、これ読みとか？です。いや、そうとしか言いようがないですね。すげえな。運だけでそんな、1ヶ月だけだったとか、1試合だけだったら、運もあるかと思うんですけど、そんだけ毎月いるってことは、もう読みとしかこれは捉えられないなと思います。そういう人がいるとね、全然マイボール率が高くなるわけでしょ、うん、これね。そうなんですよね。なんか漫画にも出てきたもんね、いることによってみたいな。そうなんですよね。ねなるほどね。これだから、フォワードで言ったら大阪ガナーズのあれでしょ、あの人、久保田でしょ最近読んだよ、それ俺。確かに確かに。そうでしょ、あとがちょっと昔の日本代表で言っても、例えば大黒正選手とか。はい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 。あのね、大黒さんってそうなの、だってあのなんでそこにいるのみたいなポジショニングとかあるじゃないですか。 それで拾ってゴール決めるとかあったけど、そのディフェンス版ってので奥山選手がいたりするんだなってのありましたね。はいはい、そんな個性に注目してみたらまた、ね、はい、ということで今回のベスト11も出てきました。これやっぱ追っかけてきたね、この新潟琉球はね、はい、そうですね、これまあ4つどまで町田も調子上げてる、金沢も相変わらずいいでしょ、いいですからね。この辺が先頭グループを形成していきそうな感じになってくるんですか、これはね。あとね、愛媛がこっから上がってくる可能性とか、長崎も今上がってきてますからね。これ意外なとこまで兆しがちょっと出てないんだけど、これ上がってくるよみたいなところは先生どう見てます？僕はハマったら大きいのかなと思ってるのは、てか後半にきっと上げてくると思ってるのが甲府です、はい、あ甲府、うん、ああでもいいとこつけてますねこれね。で、ここがずっとここにいて、うん、8月くらいからギュンって上がってくると思うので。その理由はどういうふうに思ってるんですか？ J2 が長いから戦い方を知ってらっしゃる。ああなるほどね。今はある程度いろんな研究とかに当てておいてと。はあ、はあ、そのピッチ内のことをね。そうですね。対局感を持ってこうやれてるのは甲府じゃないかっていうその経験ですか。そうですね。うん、僕はそう思います。チームの経験値みたいのが生きてくる。はい。と思っております。なるほどね。ちょっと暖かくなってきましたね、最近ね。確かにね。ちょっと暑いぐらいの時ありますよね。ただ夜また寒かったりしますから ね。まあそうですね。だからあと西の方のチームがここからまた活躍するとかってこともあるのかなーなんて思いますけどね。気候変わってきますからね。はい。わかりました。相変わらず楽しんでまいり、まあ世の中ね、いろいろ騒がしくなってきましたけどもね。うん。サッカーにこうね、集中するとか集中して、楽しむところはしっかり集中して楽しむというね。楽しみをもぎ取りに参りましょう。もぎ取りに、はい、先生ありがとうございました、今日も。ありがとうございました。ということで、また見てくださいね。ミルクサッカーアカデミーの上間でございました。ノーミルク、佐藤でございました。先生、皆さんありがとうございました。それではね、ありがとうございました。このちっちゃいのが僕たちですよ。さよなら。チャンネル登録してくださいね。どうも。